どうしましたか。僕たちも住むこの地球が与えてくれた素晴らしい自然の中で、心置きなく心ゆくまで遊べるその日まで、その日を楽しみに今を大切に過ごしていこう。 Stay positive。また皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。この地球上において止まない雨はありません。皆さんで、力を合わせて乗り越えましょう。今できることをやっていこうと思います。頑張りましょう。自然の中で駆け回るのが私の元気の源です。皆さんもスポーツの力で健康で楽しい毎日を過ごしてください。体を動かすって最高ですよね。スポーツの力でこの状況を乗り越えていきましょう。このような状況だからこそ、今自分たちにできることは何か考え、また思い切りスポーツを楽しむために最善の行動をしていきましょう。大好きなスポーツで世界中を明るく元気にしましょう。また思い切りスポーツができる日まで、前向きに一生懸命頑張りましょう。自粛期間中ではございますが、日々トレーニングを続けています。また皆様の前で最高のパフォーマンスができるように頑張っていきます。自分の目標に向かって新しいスタートを切りたいと思います。皆さんも一緒に頑張りましょう。前よりさらにパワーアップした姿で皆さんと次の大会でお会いできる日を楽しみにしています。一緒に頑張りましょう。スポーツの力。太陽の下でまたみんなで元気にスポーツができることを楽しみにしています。スポーツの力、頑張りましょう。今は皆さんで協力し合い、ステイホームをして、コロナが収束したらまたスノーボードができることを楽しみにしています。限られた環境の中で努力したことは結果に結びつく。目標に向かって前へ、みんなで一緒に頑張りましょう。汗を流して心を元気にしましょう。状況が良くなって皆さんと一緒にバドミントンができるようになる日を楽しみにしているので、それまで前向きに今を乗り越えていきましょう。国境も国籍も超えられるのがテニスの魅力です。世界中の皆様とまたお会いできることを楽しみにしています。この状況をみんなで協力し合いながら助け合って、またみんなで大好きなスポーツを楽しんでいきましょう。私は海外の山を滑りに行きたいです。みんなで頑張りましょう。気持ちを前向きに、明るい未来が待ってます。アルバナスキーの次元です。今できることを頑張りましょう。また太陽の下で思いっきりスポーツを楽しみましょう。早くコロナが収束して、また来年みんなで楽しくスノーボードできるように、今できることを頑張りたいと思います。皆さんも一緒に頑張りましょう。
く、みんなと一緒に海で遊べる日まで、スポーツの力を信じて共に頑張りましょう。